フルカラー印刷のプリント基板を注文してみました。鮮やかに印刷されています。パッドはキンメッキ、キラキラです。こんにちは、作るに夢中、三峰すずです。今回は JLCPCB で始まった新サービス、基板のフルカラー印刷を試してみたので、その過程を紹介します。プリント基板の色というと、普通は緑と白の印刷が多いと思います。選択肢としてはレジストは赤、黄色、青、白、黒、シルク印刷は白か黒という場合がほとんどでしょう。今回始まったフルカラー印刷はこれらの選択肢に縛られず、文字通りカラー画像を印刷できるというものです。中国向けのサイトでは去年後半から始まっていたようですが、とうとうグローバル向けにもサービスが開始されました。電子基板の見た目の幅が大きく広がりそうな新サービス、取り急ぎ注文してみたので、データの作成方法、注文、現物をお見せしていきますね。なお、この動画は2024年4月現在の内容です。まずはデータの作成から。 JLCPCB では同社の EasyEDA で作成することになります。これは無料の EDA ソフトで、ブラウザとデスクトップアプリが利用できますが、どちらにしろスタンダードではなくプロを選んでください。使い方は CAD と同じような流れで、回路を組んで基板のレイアウトを構築していきます。部品のシンボルとフットプリントは、今回は同社の PCBA 向けの電子部品のページから選びました。簡単なマイコンボード、 CH32V003 のソフトウェア USB 実装が試せる回路です。次に基板の設計です。回路部分は通常通りに配置配線します。肝心のカラー画像の取り込みです。まずはオプションから JLCPCB のカラーシルク機能が有効になっているか確認します。プレイスからイメージ、ファイルを選択し、カラフルシルクスクリーンのチェックを入れます。 JPEG と透過 PNG 画像も利用できます。これだけです。簡単でいいですね。画像だけでなくラベルも色を指定できます。製造番号の位置指定をする JLC ですが、私の注文では指定したものの製造番号に差し替わらずそのままだったので不要かもしれません。注文していきましょう。オーダーからオーダー PCB をクリックすると、ブラウザが立ち上がり、いつもの見積もり画面になります。ここのプレビューでは配置した画像は表示されないようです。表面仕上げは金メッキを選択します。通常では金メッキは追加料金がかかりますが、カラー印刷ではかからないようです。そして一番大事なのはフルカラー印刷の指定をすることです。 PCB の色を白、シルクを黒、表面仕上げを金メッキにすると、詳細オプションから EasyEDA マルチカラーシルクスクリーンが選択できるようになります。私の注文では5枚で 7.67 ドルになりました。送料込みです。相変わらず安いですね。注文から11日、届いたものがこちらです。とてもいい感じだと思います。私のアバター、水色や青は印刷物だと結構色味が変わってしまいがちです。今回は印刷物向けの調整はせず、パソコンデータそのままを利用したんですが、違和感はないですね。細かい線や文字も潰れてないです。ところで印刷位置については1ミリほどずれる可能性があるようです。5枚それぞれで位置ずれの量が異なっていたので、個体差が発生するものと考えた方が良さそうです。三峰すずの名前の部分はあえてカラー印刷ではなく金メッキで表現しましたが、ここもいい感じです。今回はフルカラー印刷の基板を発注してみました。電子基板という概念を超えて工夫するといろいろ楽しいことができそうな予感がします。フルカラーを生かして皆さんだったら何を作りますか？ぜひコメントで教えてくださいね。このチャンネルではワクワクする新しいものをいろいろ試して制作の幅を広げていきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。